さあ決着の時、この最終戦で雌雄が決します。栄冠をつかむのは果たしてどの馬でありましょうか。さあ飛び出した12頭、8番ベガスラストランダン、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。先行グループからまず見てまいりましょう。進撃のツッタンが行く構え、5番ドライブヤウェイが上がってまいりました。アグリアスアラオ、その後ろ3馬身くらいあって8番ベガスラストランダン、それから12番クロノス、そのうちに11番バンダイナムコ、その後ろでありましょうか。3番スイーツ総長、そして1番人気のマックスユートピア、なかなかいい感じ。それから4番クルミオイズダム、そしてその後ろからキンキン極道、エンペラー君が並んでいっています。一番後ろにアルタイロメサイアであります。もう一度前の方でありますが、順位が入れ替わっておりまして、先頭はドライブヤウェイであります。この辺りちょっと離れている進撃のツッタン、魚たちに別れを告げてレースは終盤へと進んでまいります。前前での競馬、アグリアスアローとデムーロ騎手、ちょっと離れて8番ベガスラストランランであります。11番バンダイナムコ、それからもう一頭クロノス。さあ世界中のプレイヤーも注目する栄光の直線だ。マックスユートピア、直線の伸び足はどうか。さあ先頭はドライブアウェイが4馬身リード、内からは進撃のツッタンが来ている。このまま粘れるか。ドライブアウェイ内から1頭、進撃のツッタン、ドライブアウェイが抜け出した。マックスユートピア抜群の手応え、エンペラー君先頭に立った。マックスユートピアが差を詰めてくる、内から1頭マックスユートピア、1着9番エンペラー君、1番人気のマックスユートピアが2着。さあ決着の時、この最終戦でした。さあ飛び出した12頭、8番ベガスラストランダン、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。先行グループからまず見てまいりましょう。進撃のツッタンが行く構え、5番ドライブヤウェイが上がってまいりました。アグリアスアラオ、その後ろ3馬身くらいあって8番ベガスラスト、直線の伸び足はどうか。さあ先頭はドライブアウェイが4馬身リード、内からは進撃のツッタンが来ている。このまま粘れるか。ドライブアウェイ内から1頭、進撃のツッタン、ドライブアウェイが抜け出した。マックスユートピア抜群の手応え、エンペラー君先頭に立った。マックスユートピアが差を詰めてくる、内から1頭マックスユートピア、1着9番エンペラー君、1番人気のマックスユートピアが2着。1番、3着、4番、以上のように確定しました。